カフェテナンゴの茅沼です。今日はアイスコーヒーを作りたいと思います。まずは豆を 13g 1人前ですね、かかります。はい、 13g これをね、引きますけれども、引き方はホットで出すよりも少し細かめに引くのがコツです。うちの場合ホットはナイスカットミルで 3.5 っていうねメッシュを使ってるんですけれども、アイスの場合は 2.5 ですね、1細かくしています。これはね、濃い抽出液を取るためです。で、13g を使ってだいたい 60cc から 70cc ぐらいをね抽出します。では、お湯を注いでいきます。まずはこれホットと一緒ですね、全体に行き渡るようにお湯を注いで、これ30秒間待ちます。蒸らしですね。ここでじっくり待ってあげて、エキスをねぐっと引き出してあげます。じゃあ30秒経ったらこれ注いでいきましょう。抽出液がね、アイスの場合は60から 70cc と非常に少ないので、あんまりたくさんお湯を注ぐと抽出がすぐに終わってしまって、水っぽい液体になってしまいますので、ちょっとずつちょっとずつね注いでいくのがこれはコツですね。なので、なるべく濃い液体を取る、それを意識的にね、やってみてください。だいたい2分で 60cc から 70cc がね落ちきるぐらい、それぐらいのゆっくりとしたペースでお湯を注ぎます。はい、今2分経ちましたね。外しましょう。はい、これぐらいね濃い液体が取れました。そうしましたら、これですね、氷を持ったグラス、これに熱い液体を上から注ぎます。ね、これアイスコーヒーはね急冷がポイントですからね、一気に冷やさないとダメです。はい、ね、これ注いだら、はい、ね、マドラーでかき混ぜてあげます。ね、これ、グラス全体が結露してくるぐらいになると、まあ、全体がね冷たくなっている証拠ですので、飲み頃となります。アイスコーヒーはこの氷が溶けた時にちょうどいい濃度になるようにあらかじめ濃く液体を抽出します。それがねポイントですね。よし、はい、
出来上がりです。